朝日生命体操クラブは、朝日生命保険総合会社が運営、協賛する体操のクラブチームである。朝日生命保険は、体操を通した地域密着型のスポーツクラブを作ることで、子供たちに健全な育成と、将来の日本を代表する体操選手の育成を、図ることと、4年後の1978年の創業90周年、記念の事業、 健康づくり運動の一環として、1974年に女子体操の企業チーム、実業団女子体操競技クラブ、朝日生命の名称で発足した。発足当初は、元オリンピック体操選手の塚原千恵子コーチと、朝日生命の社員2人の総勢3人でスタートし、その後体操を通した地域社会貢献の一環として、少年少女に向けた体操スクール。 朝日生命体操教室を設立する。1979年には東京都世田谷区久我山に社員レクリエーションと体操クラブの練習拠点として朝日生命久我山体育館が誕生する。この久我山体育館が完成すると男子の部員も入団するようになり男子部門の指導者として知恵子の夫で自らもオリンピックに団体3連覇を記録するなどした。 塚原光雄が就任することになった。以後、朝日生命体操教室の生徒らが体操クラブの主力選手として成長し、塚原夫妻の長男である塚原直也が2004年のアテネ五輪の団体総合で金メダルを獲得したのをはじめ、オリンピック代表に合計24人を輩出した。当初は朝日生命保険の社員レクリエーションを目的に運営する。 朝日生命厚生事業団が直接経営していたが、同厚生事業団が運営していたテニスとバレーボールのチームが、経済の低迷による企業スポーツの縮小の煽りで休止されることになり、体操クラブも存続が危ぶ生まれたが、2002年に塚原夫妻がその受け皿として、有限会社塚原体操センターを設立、三尾が校長、千恵子が副校長に就任し、 その塚原体操センターに、朝日生命が協賛する形で、朝日生命体操クラブを引き継ぐことになった。約700名の会員を有する。AB 朝日生命体操クラブ、体操教室 ABC、企業スポーツと経営、朝日生命体操クラブ五輪出場時に、当クラブに所属している選手のみ、企業スポーツと経営、朝日生命体操クラブ、企業スポーツと経営、 朝日生命体操クラブ、ありがとうございます。